このコーナーは椎名ちゃん出演者の椎名めぐみと北川風花、スタッフの越前定子の3人が秋田市中心市街地の飲食店を食べ歩きしながら街ブラします。今回はヌードルバルオクトにお邪魔します。風花ちゃん、私ももうだってラーメン食べるとき基本2杯食べるん で、うん、で食べるの遅いから時間かかるんで、うん、お連れの方いるとご迷惑をおかけしてしまうので、はいはい、基本1人で2杯食べに来ます、ね、でマイペースに。そうです。だカウンターとかに通されるじゃないですか、1人のお客さんだと。そうなると女子1人来てチケット2枚出すんです。2度見なんかそのサイドメニューかなって思うよ、ね、お店の人も思うのかな。そう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 、うん、えみたいな、うん、どっち先に出したらいいですかみたいな、どういう反相談されますか、うん、どっちがいいですか、そのどの順番でお出しすればいいですか、うん、あいいですいいです、できた順番にもう2つ一気にでもいいですし、うん、あ2人でもいいんだ。いいですいいです、交互に食べます。交互に行くの。はい、交互。あ、2つ一気に来るときはですね、はいはい、もうお店によってはそう、はい、ちゃんと1個ずつ来る。そっかそっか。なんかね、やっぱね、風花ちゃんはね、うん、ご飯食べるときにはちょっとルールが割とあるようで、はいはい、一緒にご飯食べることもあるんですけど、お弁当とか食べててもどういうふうに食べるんだっけ。私あのクリア方式。クリア方式わかります皆さん、クリア方式皆さん多分こうお弁当とかって、うん、三角食べがね、よろしいって言われているんですけど、はい、あったね、あったあった、言われた言われた。ちょっとね、あのお行儀は悪いんですけれども、うん、はい、副菜クリア、はいはいはい、主菜クリア、あ、わかる、スープクリアみたいな、クリア方式で、わかるわかる、食べていっちゃうんですね、うんうんうん、そうそうそう、レピーと同じじゃん。え、本当？そうだ。ね、そうそうそう、そうなの？あの基本ね、野菜先にドーッと食べて、あ、はいはい、そう、お、食べたら肉とか、うん、こう単品攻撃みたいな。へえ。こうこうローテーションでこうだって三角形になるじゃん。冗談でしょ。はいはい、お味が混ざっちゃうじゃないかと思って。この美味しい味を味わってから別の味でしょうってな。なんで混ぜなきゃいけないんだろうと思って。へえ。ね。どうしてだろう、うん、そっちの方がこう、うん、落ち着って食べられるの。野菜から食べるのはね、本当だったんだけど、最近ね、体のことを考えて、うん、いろいろな健康を考えて、うん、野菜を食べて、お腹を膨らませておくと、糖質とか油の摂取、なんか吸収を抑えられるっていう。はいはい、意外と考えてたんだ。ね、そうですね。なんか全く考えずした理由で、食べたいのを食べる人だと思って。そう、こんなに太ってると、いつ何かが起こってもおかしくないんで、あの、まず健康的に食べましょうって。うん、野菜どっさり食べるから、肉バーって食べる。あ、いいことだ。そう、で最後にご飯にこう肉乗っけたりして、うん、ガバ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 って食べるんですよ。ペペパの話は、うん、もしかしたらこう、ちょっと改善あるかもしれないですね。でも大盛りだけどね。うん、そう、大盛り大盛り大盛り。大盛りなんだけどね、野菜も大盛りで食べて。いい。全てが大盛り、全てが大盛り。でもほら、コース料理とかだと一品ずつ出るじゃないですか。そうだ、どうですか。それと一緒コース料理か、うん、コース、そうだね、そうだね、うん、でもコース料理とか食べるの早すぎて、うん、待ってる時間長いみたいな感じでしたね。この間驚いたのかな、うんうん、そう、お酒あんまり飲まないから、もう来たらね、どうぞとかパクパクあるとじーっと、みんな飲みながらってことがすごい、すごく語り合ってんだけど、プロジェクト、あー、次回も3人が街を盛り上げます。